出雲山路は、奈良時代中期の官人。名良山、山番里とも記される。姓は、無姓の地震。下には、外十五以上、死び小中。小務庁の天平を九年四月、皇后偶職小族、十八位下と現れている。同十一年五月、社教司会に辞書を加えている、同月、小族山と記されており、北殿に出資している。同年七月、 十七以上少な族とあり、同十六年七月にも十七以上、小族とある。天平十八年生六位下から、外十五位下に昇進する。この時、出雲信也マロと記されているが、お店を賜物もの組みされたのは、翌十九年六月のことで、この時、同時にまむた弓束、マムタユミタバ、マムタバイヤが、少な生を授けられている。同年八月には、東大寺社教書に、 完全音形の社教を制し、同年10月には、その線により、大般野教を社教させている。高県庁の天平商法元年、外十五以上に少女し、皇后偶職が、守備中隊に改変されると、中富の丸、長予備、吉田恵人、桂木子氏と共に、守備小中となり、引き続き光明皇太后に仕えている。翌2年正月にも、小中と見える。 中気のないものは、俗に本気による。ありがとうございます。